どうもエルカブキのエルグダです、はい、どうもデロリアン林です。鬼滅の刃、はい、千と千尋の神隠しを抜いて歴代興行収入1位に輝く324億7000万円突破ということで、おめでとうございます。これちょっと前にここで扱ったんですけど、はいはい、あの時、僕ちゃんとニュースソース見てなくて、もう抜くであろうという推定のニュースを、はい、僕抜いたとして扱ってしまったんで、はい、完全なフェイクニュースなんで謝罪、すいませんでした。謝罪だよこれ。今日、昨日ですね、うん、昨日抜かれたという昨日ね12月の27日にあの日は抜かれてないです。はい、でも逆にもう予言してた。予言っていうか予言してたってことです。だとしたらツイッターでバズってた人がすごいわ。すごいよねということでね。いやでもすごいのがさ、うん、今日俺電車乗ってきたんだけどさ、はい、向かい側の方にさ、うん、女の子とお母さんが、はいはいはい、女の子はもう小1ぐらいの女の子なんだけどさ、うん、その子がさ鬼滅の刃のさ、うん、なんか薄い本みたいなのも、はいはいはい、単行本とはまた違うでしょうね。それはそしたら次の駅になったら、うん、また子供が乗ってきたのたくさん、はいはいはい、って3、4人、うん、そしたらみんなねその本をこうやって覗くあなん鬼滅とは分かってんのよ。鬼滅のこいつ何よって あれは読んだって話。相当やっぱ好きなんだ。エロ本だと思ったんじゃなくて子供たちがエロ本だっていやちょっとね鬼滅はやっぱエロとしては弱いからな。もうね俺は YouTube バンされてもいい覚悟で言っていいですか。何エロサイトで広告ついてます、はい、もう、はい、ちょっと体のたるんだ、うん、熟したおばさんので下にテロップ出てます、うん、鬼滅の熟女ってでもうちょっとかけろよってもうちょっと、ね、かけろよあるよねだってもうさ鬼滅の刃流行ってからもう1年ぐらい経ってるじゃん。もうそんな経ったか。経ってる経ってる、俺が知ってからもうちょい後かな。その後だと思うけど。あそう漫画ね、ジャンプの漫画だ。アニメの後でも、うん、結構、うん喫茶店とかみたいな、はい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 、臨時的に鬼滅の喫茶店とか出てて、うんうんはいはい、そこにすげえ捕まってるから、はいはいはい、おおこれはこれはと思って阿蘇山さんがね阿蘇山大噴火さん、はい裁判傍聴芸人の方がね、はい、このツイートすげえ面白いんですけど、なんですか、まあ、千と千尋を抜くか抜かないかっていうのが、まあ、ずっとこうニュースとしてはね争点としてやってきましたが、はいはいはい、千と千尋の神隠しって、はい、来場者にプレゼントとかしてなかったよねと、うんまあ、鬼滅はなんか特典があるでしょああはいはいはい、っていう、まあ、まずそれはよく言われてるあれなんですけど、はい、この次なんですよ阿蘇山さんのすごいのは、うん、でも千と千尋は監督が最後の作品とか煽ってたような記憶もあるけどということで、うん、実は、うん、グッズをあげるという AKB 商法対、うん、最後かもしれないという大仁田商法の戦いだったと。なるほど。 AKB 対 FMW なんですよこれはやめねえもんわかりますか。やめねえもんやめないんだよ。だから僕らね、オールナイトニッポン R1 回やらせてもらったのが2017年かな、はい、の3月とかそんぐらいだと思うんですけど、はい、その時にその日のトースポを買って行って、はい、そこにあの宮崎駿、引退詐欺大仁田商法かって書かれて、うん、誰が言ってんだって突っ込んで、うん、うちのマネージャーもプロレス好きだから、うん、もうそれ W ってつけてつぶやいてくれたわけよで、あの時はバカにしてたけど、うん、まあ、まあ、まあまあ、あがちだよいやこれはもう、うん、もう分析としてはね、はいはいはい、もうだってさ、うん、特典作アニメ映画とかってもう特典つくのは当たり前じゃん、うん、そうですね。もうついてる当然の。あ今そういうもんですか。もう大体そう。だってほらドラえもんの映画とかさ毎年さ、うんうん、なんかおもちゃついてきてたもん。俺が子供の時見に行ったドラゴンボールもなんかついてたうちわかなんかそうそうそうあったような気しますね。あったあった。チョロ Q みたいにさ後ろに引っ張るとピヨンって動くドラえもんのおもちゃとか後ろにパチンコ玉があってそれでこ押すと転がっていくみたいな。はい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 。のび太のあやとりはなかったですか。ないね。ただの紐は。紐だよ。ただの紐だよ。ねえ。そういうことでございます。そうね、あれ今高く売れんのかな。どうなのね。あ、多分あると思うんだよな実家に。あとね、あのヒゲ男爵の樋口くんさんがね、うん、ワインにの資格を取ってるじゃないですか。まあすごいよね。ただなぜ乾杯は未だにファンタグレープなのかという特集。がありまして、まあ、年の瀬かなという気もしますが、はいはい、年の瀬ですね。なぜワインエキスパートの資格を持っている樋口くんが、うん、未だにファンタグレープで乾杯してるかって分かりますか。あなんでかリアルに答えていい。まあ、リアルにどうぞ。いやいや、うん、もう、うん、一旦ワイン使ったんだけど、はい、もう味にうるさくなりすぎたから、はいはい、それでもファンタグレープでええやろ。あ一回一回高くなっちゃうからいいの飲みたい。もっとねシンプルで、うん、もっと納得する理由なんですよ。え、何？ゆうたろうさんに勧められた、うん、違うんです。このでっかいあのワイングラス持ってる人じゃなくてゆうたろうさんも絶対ヒゲ男爵さんと二組で営業呼びたいけどね金持ちの社長になったらねなぜファンタグレープか、うん、あれが一番色が綺麗なんですよ。もうさ、はい、我々はバカだったね、はいはいはい、バカだったね。深く考えてさ、うん、陰謀論唱えてましたよ今僕は。そしてですねついさっきまで
ヒゲ男爵さんの、うん、その、なんていうの、仕入れの秘密。仕入れ？はい。何の？冬はあまり売ってないので、夏に買い込んでました。ファンタグレープ。そう。あの、夏に暑い時に炭酸の冷たいの飲みたいじゃないですか。冬飲まないでしょ。冬ホットコーヒーとか、うん、コーンポタージュとか。うん、だから、夏に。賞味期限大丈夫かよ。いや、大丈夫、何年も。ね、いや。持ちますから。あれよ、サミット行けば売ってるよ。サミットすごい確保してると思うよ。うんうん、ただね、こう、ワイン通の人にはですね、はい、ファンタグレープは、あの色はロゼだねと言われますということで。まあそんなもんなんですよね。なんとか通っていうのはね。まあね。ねえ。という、うん、これは結構僕は個人的には。なかなかでも日本ソムリエ協会の名誉ソムリエに就任したのが今年の10月。田崎真也さんを蹴落としたの？っていうかもうナイツの花輪さんと樋口くんのもう二強なんだ。若手お笑いの漫才協会会長とワイン協会。ワイン協会会長。どっちがでかいか。ワイン協会でしょ。ワイン協会だな。違うわな。名誉ソムリエなんだね。すごいね。初めて知りましたね。なんか一回なんか見たけど結構バシバシ当ててるような感じだったな。バシバシ荒れてる？あ、当ててるような、はいはい、ワインの味。ああ、なんかね。これなんとかです、みたいな。でもね、この記事の中では、なんか番組で、すごい難しい問題出されて、間違うっていうのが使われて、うん、その後にそれを用意したワインのプロの人に、うん、難しい問題出してごめんねって言われたそうです。ああ、でも、間違った方が盛り上がるからね。まあね、まあね。まさに、ね、樋口カッターで編集はね、技が使えたのかどうかという。恥ずかしいもんね。ね、ことでございます。そうだな。さあ、そしてですね、楽しんごさんがちょっと窃盗の被害に遭ったということで、大変じゃないですか。なんか、あの、記憶違いだったらすいません。なんか、ちょっと前にもそんなニュースがあったような気もしなくはないんですけど。いや。これがこの後で怖いのは。俺に直接自首して、ぶん殴るということで。あら。いうことで。怖いね。はい。まあ、これはですね、うんうん、別に僕は、これをあの自分から探しに行ったわけじゃないですけど、うん、ハッシュタグエルラジでつぶやいてくるんですよ。聞いてる人が。これですよ。嫌だよ。大晦日、ライジンも近い中、これですよ、エルラジ案件みたいな。誰がエルラジ案件やねん。楽しんごにはオファーいかんねんな。行っててもおかしくないんだけど。柴田の相手。でも、細いしな。格闘技やってるわけじゃないからやってないか。柴田はなんだかんだやってるっていうね。やってたっていうプロであったという。なるほど、ね。とこでございます。ツボで、うん、ほら、北斗の剣張りにツボで押して倒せんじゃないか。地高で、うん。ね。まあなんか、マッサージ、もうそういうプロだから。はいはいはい。ツボを押せばいいんだよね。ね、うん、高野花思い出しますよね。もうそういう整体師といえば。いや、もう俺、ね、高野花もあの、CM しか思ってこない。CM? わかんないけど。休館長に言葉を教える。はいはいはい。ね、あ、そうですか。はい、CM、ね、やってるんでね。あの、ぶん殴るで思い出したんですけど、この前ブックオフ久々に行って、なんか面白いもんないかなって思ったら、すごい安売りのコーナーにダーリンは外国人の DVD があって、嘘。あれは昔よくネタにしてて、あれの CM で、ぶん殴るの分って、なんでカタカナなのかなっていう。あた、なんでぶん殴るの分って分なのかなカタカナ。カタカナだっけなのかなだったっけぶん殴るの分はどうして分なんだろうで、ぶん殴るの分ってどうしてカタカナなのかなダーリンは外国人。いや、誰がわかるんだよっていうね。これはね、多分やりよう次第で受けるはずなので、あの時諦めました。1回か2回やって。ちょっとまた復活させていきたいなという。どっちの100円なんだろう、うん、もうちょっと高かったかな、うん、250円くらいかな。めちゃめちゃ人気があって、量産で売られてる、うん、感じなのかな。どうなんだろうね。どっちなんでしょうね。裏話していい？マジで。テレビの裏話とかってさ、するもんじゃないと思うんだけど、はい、俺昔ニノさん出た時に、もう何年も前ですよ。うん、当時、渡部さんいらっしゃいました。で、うん、東野さんいらっしゃいました。うん、で、うんうん、その、いろんな、僕はね、何の偉人だったかな、シェイクスピアの偉人で、はい、で、シェイクス、なんかいろんな、シェイクスピアのにまつわるものがこんだけの値がついてるみたいな発表するコーナーがあって、あはいはいはい、ものすごい100人ぐらい芸人ですよ、はいはい。で、なんですけれども、実は渡部さんが昔出された小説エスケープ、うん、Amazon で今1円で売ってます。やめろっていう絡みしてます。カットされてます。なぜなら、Amazon で1円じゃなかったっぽいんですよね。あそうでも雰囲気でやったんですよ。うん、100、ね、いくら忘れましたよ。あ渡部さん小説家の顔も持ってるんですよ。なるほど。そう。で、それをめっちゃ流暢に喋ったわけ。うん、打ってます。なんとかなんとかなんとかみたいな。もうめちゃめちゃ喋って、使って使ってみたいな。東野さんに、うん、シェイクスピアは安心して任せられますねって言われて。そこ全部切ってます。俺が切ってくださいって言って、あんまで、ね、できるキャラでやれてないんですって。渡部さんもエスケープしたときは。渡部さんはエスケープしてる。渡部さんもいらっしゃいます。
というね、ちょっとこれ今初めて言ってます。それ加藤さんもったいないね。これはもうファンの人いるでしょ、ニノさんとかさ嵐も活動休止ですから、ちょうど。え、ニノさんとかってどうなっていくの？嵐の番組はまあまあそれはなくなるみたいな感じになったけど、うん、どうなっていくんだろう、ね、どうなっていくかは知らないけど、ニノさんの番組が CM 入る前か始まる前の掛け声は、うん、1、ニノさんですで、俺はそれでブルースリーが好きすぎて、うん、ダン・イノサントっていうあのフィリピンの防獣使いの名前をちょっとネタでやりたいっていう野望がありますね、うん、ああダン・イノサントフィリピンの防術使いの名前誰が分かるんだろう、ね、これはちょっとやりたいかな、まあまあまあ、うん、ということでございます、ね、R1 があればよかったんだね、ねえ、まあ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 ちょっと R1 ないのにピンのライブ出るかもしれません、うん、あのなんか、はい、なんか R1 が10年以内でなる前にオファーが来たやつがあって、はいはい、なんか来てもいいですよって言われて、来てもいいですよああ全然なんかもう野良犬みたいになってんじゃん、そうそうそうちょっと迷ってたんだけどね、ちょっと今迷い中ですね、はい、うん、どうしようかなという、はい、ところでございます、はい、ということでね、まあ、次回もし可能であればですね、はい、ミーナさんがですね、私マックスでよかったを再確認、いやいやミーナさんがっての入ると、うん、はいはい、分かんないから、分かんないですか、マックス富永ミーナかと思いますか、ミーナがさんね、うん、はい、この次です、はい、還暦になっても赤いスーツでギブミアシェイクということで調べたらまだ42歳ぐらいなんですよ何を早くないですか、そうだよ、ね、早くないですかっていうね、2038年の話をしてるってことです、ね、あ、いいですね、早い計算が、そういうことですよ、ね、それ発表したいじゃないですか、2038になる、あのフィフィ の, あの 1位になったトレンド、2020になるって18年後ってだいぶなるよ、18年経ってんだから、はい、あ、でもこれあれなんだ、2020年5月のマックス25周年記念ライブが、うん、なんかいろいろ予定してたんだけど、まあ多分コロナで今回ね、うん、そうだよね、いろんな人がね、そんな方っていうのか、そっか、92年に14歳でスーパーモンキーズとしてデビューしたということでございますが、だってこの間だって峯岸みなみさん、はい、もう今年卒業ライブだったはずが今延期になり続けて、あ、卒業できないっていう、最後断髪式ですかね、断髪式最後じゃああれでいいな、びっくりじゃない、あのダンプ松本が来てさいや、はい、俺だ、うん、何びっくりしたって峯岸さんが芸歴15年ってびっくりした、あ、やっぱ子供からやってるから12、3歳ぐらいからやってるんだって、リアルキッズ安田さんももう42年ぐらいやってるんですか、いやいや、かなりね、それぐらいのなんかあるけど、年輪持っちゃったけど師匠の喋り方するじゃん、もうすごいよね最近見かけませんけどね、まあ俺らがね、同じあれになりましたよね、でも多分ライブとか精力的にやられてるかな、俺多分ツイッターフォローしてるような、気がします、あの相方さんが今何してるか僕は分かりません、いや、それ知ってたら教えてあげなさいよ、そうですね、まあそんなところでございますかね、はい、まあちょっとね、もう年末の配信にも入ってきますので、はい、ちょっとね今年振り返る的なのをこの先、明日、明後日出していこうかなと思いますんで、ね、でちょっともしかしたらこれお笑いファン衰退の M1 の裏話しようかなと、いや気になってると思うんですよね、いや告知しなくてもいいんじゃないですか、結構 M1 語ってる人いるじゃないですか、いっぱい、あ、芸人さんで、はい、多いんです、多いんですよやっぱり、まあ、俺我々もね結構 M1 の話してますけど、はい、僕らどっちかというと自分の話っていうよりは、うん、こがけんさんがツイッターで何つぶやいたとか、まあ、そういうちょっと、ね、あの変なとこ行ってるんで、いやいやいや、みんな求めてるのど真ん中だと思うんで、ああそうですか、ちょっと行きましょうよ、はいはいはい、 M1 の日昼何食べたとかね、そういうそういうやつね、そういうやつだったら全然まあそんなことですかね、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください、お願いします。